実力、橘ナンバーワンのニューと言います。今日は、他人の、動画の、プレイを、アドバイスしていきたいなと思っていますので、どうかよろしくお願いします。名前は伏せますので、どうかよろしくお願いします。この、ステージは、盤からは、ガチエリアで、エリアをキープして、勝つ仕様なので、まずエリアをまず塗ってから、前に出るというのが主流ですね。プレイですけど、お風呂で形成されて、結構差し込まれているので、やっぱりお風呂をいかに抑えるかで、勝つか負けるかだと思います。ウルトラショットは、できるだけ、効率よく、遠くの方のプレイヤーに向けて打った方がいいと思います。これはまあ立ちんぼで、周り見てなくて歩いてるやつを裏取った感じですね。今ジェットスイーパーの方の威嚇射撃ですね。これは正面に入らないように隠れて立て直すって感じですね。このウルトラショットは目の前に使うんではなくて、お風呂とかジェットの方に使った方がいいですね。手前の方はもう自分のメインで裏を取るって感じで、取った方が勝ちやすいと思います。できるだけもう塗ってから前に出れるぐらいじゃないといけないと思います。ここはもう一人取って、できるだけ塗りつつ前へと、もしくは後ろにちゃんと下がってあれすると。まあ、前には出れなかったから、まあ後ろに下がったんですけど、雨降らしでやられましたね。まあ読んでたんでしょうね、後ろに下がるのが。もう前に出ても裏取るしかなかったですね。あ、打ち覚悟で。おそらくですけど。とにかく前に出ないともう塗って前に出ると。塗らずに前じゃなくてですね。これもスペシャル止まったんで効率よく使うべきですね。手前よりやっぱりもうお風呂がもうかなりうざがってる。かなり牽制されてるのでお風呂のメインで狙った方が良かったですね。ジェットやお風呂の方が。多分。そっちの方は勝てたと思います。バレルより。バレルの方は狙いやすいですけど、メインで十分取れますから。この戻りは基本、よほどじゃない限り使わない方がいいと思います。自分は戻りとかあんまり使わないので、効率が悪いと思ってますので、半分やられてる感覚の労作だと思ってるので、戻らない方がいいと思います。戻るぐらいなら、アウチ覚悟で突っ込んだ方がいいと思います。なぜかって、やっぱり突っ込むゲームなので、突っ込んでアウチもしくはたくさん取ると。2人、3匹と。もう2人は取るのも当たり前になってるので、X マッチの場合は。1人で満足してはいけないので、基本はもう後ろより、勝ちエリアはもう塗って前ですね。勝ちパターンは。負けパターンは後ろで塗ってるだけになっちゃうので、今回も見たく、まあ、とにかくやっぱり味方が、ね、結構いい動きだなと思ったら、今回もこれはジェットの方で威嚇ですけど、これもインク切れてちょうど打ち合ってて、ラクトの段階打ち合ってからインクが切れてから前に出るって感じの方が良かったと思います。まあ、人のアドバイスここまでなんで、また見ていただければありがたいです。チャンネル登録の方、どうかよろしくお願いします。今日も、女の子を食べて頑張りますので、どうかよろしくお願いします。